今月フィリピンからエフレン・ペニャフロリダ氏が来日しました。彼は母国のスラム街で貧しい子どもたちのために教育ボランティアを始め、慈善団体ダイナミック・ティーン・カンパニーを創立、その代表を務めます。6日のメディア記者会見から始まり、12日ヨドバシ教会の講演会まで多忙なスケジュールをこなしながら、DTC が取り組む児童教育の働き、移動教室について日々さまざまな場所で明かししました。この教育支援の道徳教材として新生宣教団が配布している漫画聖書を取り入れることとなり、この8月から12月までの5ヶ月間協力支援が行われます。もともと新生宣教団が取り組む Hope for Living のフィリピン支援は、2014年大型台風ハイアンの被災地タクロバンから始まりました。その地で手押し車で教室を移動しながら学習の支援をする DTC と出会うことになります。危機の中にいる子どもたちを助けるという同じ使命感を抱く両者が共に協力し合うようになり、今後 DTC、Hope for Living、そしてフィリピン教育省が連携し、100クラスで8000人を教育するプロジェクトが計画されています。フィリピンの方でエフレンさんという方がプッシュカーで、まあ、子どもたちに教育していると。でちょうどその日本での取材の番組を私が見て、それで、これはなんかタイアップができないかなということで、エフレンさんにコンタクトを取りました。そうするとエフレンさんもちょうど私たちも同じタクロバンで支援活動をしているんだよ、ぜひ会いましょうということで、お会いすることになったんです。で実はこの漫画をやってるのは私たちなんですよっていうことをお話ししたんですけども、いやすでにもう持ってるよと、この漫画を使えると思ってたんだというふうに言って、非常に神様の出会いを感じて、そして、ぜひタイアップしていきましょうという話になりました。エフレン氏自身も貧しいスラム街に生まれ、学校へ行けない環境からワールドビジョンなど非営利団体の支援を受け、大学を卒業するまでに至りました。教育の大切さを身にしみて感じている彼は、学校に行けないのであれば学校を届けようと、小型の手押し車にありったけの教材、本、ペン、机、椅子、食物などを積み込んで、重たくなったリヤカーを数人で必死に押しながら子どもたちの待つ地域へ運びます。行き先の多くは墓地やゴミ捨て場などですが、彼らが到着した途端、手作りの学校へと変身します。その活動は世界的にも高く評価され、2009年にアメリカ CNN テレビのヒーロー・オブ・ザ・イヤーを受賞しました。これは人を助けるために多大な貢献をした個人に贈られる名誉ある賞で、100カ国以上9000人の中から選ばれたのです。この出来事は彼の働きに大きな変化をもたらしました。It is really an encouragement to us because we were really being ridiculed, we were laughed at by people around us, saying that what we're doing is a waste of time. Your work or to, for the children is not gonna long way go a long way. So better stop. So it's a blessing.To us, so that people would see the importance of education. People would see that our time, our talents, our treasure, all the things that we gave up for this ministry or for this work for the children is worthwhile. It is not a waste of time. It's CNN award enabled us to prove them wrong.And right now we're happy about it. 貧しい子どもたちに教育の機会と将来の希望を与えるこの働きは、エフレン氏がキリストを信じたことに端を発します。彼が13歳の時、勉強を教えてくれていたあるクリスチャンを通しキリストを知り、救い主として受け入れます。人生のメンターとなったその恩師から教育と信仰の大切さを教えられ、16歳で彼は一つの決断をしたのです。 I promised to my mentor that if I finish education, if I finish my studies, I would help children also
not just give them education or provide them access to education, but like introduce them to God and hold to Him and His promises. So that's why we your manga booklets, manga books are we think could be a way, effective way to introduce to them Christian faith. So hopefully it would help us teachers to open the opportunity to share the love of God, to share Christ to them. 日本滞在の最終日は都内大久保の淀橋教会で Hope for Living の集いと題し、エフレン氏の講演会が持たれました。 DTC の活動紹介を中心に、家が貧しく同じ靴を10年以上履き続けたことや、貧しい身なりのためいじめや暴力に遭い学校に行けなくなったことなど、孤独だった生い立ちと、その後信仰を持った経緯、その恩師に励まされ子ども支援を始めたこと、そして活動から得た多くの恵みなど、彼の人生に起きた神の御業の数々が語られました。彼は今スラム街の子どもたちに教育と漫画の聖書を通して自分が得た同じ希望を持ってほしいと願います。盗みや暴力に明け暮れていたギャングたちも変えられています。エフレン氏の小さな頃の夢は、家のない人たちのために家を建てる建築家になることでしたが、実際は子どもたちを教える教師になりました。家を建てるより子どもたちの人生を建て上げることの素晴らしさを知ったからだといいます。そんな一人にジェレミー・クエバスさんがいます。キリストと出会い人生が変えられ、今は他の子どもたちの人生を変えています。今回エフレン氏と共に来日し、この日自分が経験した神の愛と喜びを明かしし、またホームレスの子どもたちを保護するシェルターを作り、そこで教育と自立支援を助けるビジョンを語りました。真夏の炎天下の中でしたが、彼らの子どもたちを愛し、一人一人の未来のために真剣に仕える働きについて、初めて耳にした参加者の皆さんは、感動を覚えるとともに、自分にもできる支援を始めようと心を動かされていました。すごい素晴らしい活動だなっていうふうに感じました。やっぱりその識字率の低いような、その貧しい地域とかでも分かりやすいような、そういう漫画とかを通して、その一生涯を支えるような御言葉を伝えるっていう活動は、素晴らしいと思いますので、これからちょっと応援していきたいなと思っております。イエス様と出会うとね、人生変えられるんだなっていう、本当にね、お二人の生の声も聞けたというか、本当若い方がね、ああいうふうに活動していらっしゃるっていうのはもう頼もしいですね。まあ、本当に少ないですけど、ぜひと思いました。エフレン氏は言います。子どもたちは皆ヒーロー、そして未来の希望だと。その希望の見えなかったスラム街に住む子どもたちに、確かな希望が彼らの未来にあることを漫画聖書が伝えます。